あー、ちみつみ、そこの爪なんで言ってるんですか。レベルメーターは触れとるかね。ちょっとだけちょっと入った、ちょっとだけ。あのさ、俺も今日はいいと思ってたんだよ、こういうのに触れなくて。うーん、って言ったじゃん。言ってましたね、はい、収録環境が変わっ、今週もう来週もその次も違うんだよ、だからもうそれを言う必要ないと思ったんだよ。そうですね、なんだよこの繋いでからあの波形が出てこないと、喋、うん、った後の波形が出ねえと、うん、なんだよ聞いてみたらものすごく小さく入ってるっていうオチは聞いたことないよ。マイク繋いだらマイク拾ってるけどすげえちっちゃい音で収録されてて、すごい引っ張って大きい音を出そうっていう設定にしたら聞けなかないっていう、この状況で撮ってる、これなんだよ。あと何急にその今日はラジオで撮りますっつってマネージャーからもその場所を変えられているのに、その変えられた場所にも当日急に社長が場所使うっつってケツを切られて、あのもうダメだからカツカツですよ、もう1分半喋ってるからもうダメだから、まずいまずい、もう本編に入っていきますよ。はい、はい、というわけでですね、あのもうクソみたいな回です。こっから数回クソみたいな回が続きますよ。誰のせいだって言ったらもうそのマネージャーと社長のせいだよ、もうね。あ、同意はしない。あ、なるほど、分かって。あ、もう俺オープニングだけ15分やって帰るから。ボイスラブネットワーク火曜日、渡辺和茂の勅使河原。はい、ということでございましてですね、はいはい、愚痴だけで終わってしまうのもなんなんで、まあ、危なかったですね、行こうと思います、はいはい、今日はこちらの方々です、どうぞ。近見です。はい、染谷です。はい、フルメンバーですね。外野の方、その触れないレベルメーターを見て頑張って調整してください。はい、ということで今日は何を、何でしょう。はい、はい、じゃあ今日は、はい、まあ今年ももうね残りわずかとなってきましたので、まあ1月1日から引くやつですけどね、今年もあとっていうのはね1年中言ってるわけですよ。あと364日、うるせえを聞いてますけど、まああえて聞きますよ、はい、でなんですか。まああの、はい、いろいろいるものいらないものっていう、まあね捨てたりするものもあるでしょうから、いらないもの、はい、去年のこんなものいらないっていうあの名番組を解説する回でした。いやいや違います、ね、こんなものいらない。時間もあれですから。あ、そうですね、もう3分ですからね、まずいですよ、はい、で今回はあの断捨離ということで、自分の、まあ、捨てたもの捨てたいものを教えてもらおうかなと思いまして、うん、はい、あの頃の自分捨てたもの、あの頃の自分、広い深い怖い捨てたいもの、い、はい、捨てたもの、捨てられないもの、まあ、なんだっけ、捨てたいもの、そうですね、か、捨てたもの、最近捨てたものでもいいですし、うん、まあ捨てたいもの、うん、まあ本当は捨てたくないけど捨てた方がいいのかなとか、なんかいろいろものがあるじゃないですか、まあ、多すぎる遺品かな、本当に困っています、うん、はい、捨てられないんだよああいうものって、うん、ええ、うん、あのずっととふざけ続けるけどいいの、伸びるよ、話半分です進行はしないとちゃんと回さないと、はい、ダメですよ。今回は一つずつ、じゃあ一つずつ、はい、一つずつかな、ね、このままではね伸びてしまうのでね、はい、一つずつ、あの、じゃあ大きくまとめていいかな、何でしょう、うん、いいですよ。じゃあ染谷さんから、素直だった自分そういうこと大きくまとめて、大きくまとめて、はい、お願いします。何でしたっけ、断捨離したいもの、ですね、ハロプログッズですかね。なるほど、笑っていいのかどうかも微妙だぞ、これは。俗に言う絶世紀の時、うん、あのラブマシーンとかそういう、ああ、うんうん、東中野で人引っ掛ける前だ。うん、ああそうです、もっともっと前です、あ、もっと前ね、の時から、うち家族全員でタバコ吸っちゃった写真撮られた前かな、前かな、もっと前ですね、はい、はい、
の時から、家族家族全部がそのハマってて、おお珍しい。そうなんですよ。その時に、うん、何ですかね、行ったりして買った何ですか、コンサートのグッズとかパンフレットとかがなぜか俺の部屋のクローゼットにずっとあるんですよ。なぜかじゃないでしょ。それは多分そこに全部集まってるんですけど、うん、ねえ、この人で一番好きなんですよね。とりあえずですね、それをどうにかしないことには売ればいい、うん、売れそうだよね、はい、なのでそれをどうにかしないことには他が片付かないので、うん、あまあでも、うん、そういうものだったら本当に、うん、売れるとは思うんですけど、うん、まあまとめてセットなりでもどうやればいいのかなっていうのは、え、いろいろアプリがあるじゃないですか。最近は、うん、まあそういうところであの、まあ、売っちゃって今なんか買いたいものとかがあると思うんでそっちに回せばいいんじゃない？あーなるほど。買いたいもの何？うん、セルシオ？油が取れるよ。今なんだろう。それヘルシオでしょ。車か。椅子かな。買いたいの椅子かな。あ椅子？椅子ですね。ゲーミングチェアとか。ゲーミングチェアっていう。三角の？ん？ん？食い込む。違いますね。ちょっと時間が早い気が。違います、ね。座るやつでしょ。椅子って座るやつでしょ。上に。またがって。またよーし話を戻せ。頑張れ。乗る。あ、乗るな。違う意味で乗るな。またがらせる。はい、あの ゲーミングチェアがちょっと欲しいなと思って。ゲーミングチェア。はい。長時間座ってても疲れないみたいな、まあね、うん疲れないけどエコノミー症候群にはなるからね。まあそこははい動かないともそうだよ、はい、なりますけど、うん、びっくりするからね。そんなんで倒れました。染谷が倒れました。どうしたんですか。エコノミー症候群です。バカじゃないの。そこまで動かないってことはないんで。なるほどね。まあまあ、ね、落ちてそういう作業とかするときにそうですね、うん、疲れにくい椅子を、うつ伏せでゲームできるクッションとかの方が良くない。それの方が体に悪そうな気が、ね、肘とか腕痛くなってきちゃうんですよ多分。うんだから体重かからずですか。そう体重がかからなだからこくるんだったらそのままやればいい。そのまま普通にやればいいじゃん。お金かけることないじゃん。うーんなんかダメですよ。ノーマネーでフィニッシュですよね。肘で地面にこう頬杖つくみたいな体勢でゲームができるアイデアを僕は売りますって言われてもノーマネーでフィニッシュです。何年関連の社長ですら出しませんよ。1円も。復活おめでとう南電関電の社長。ね、事務所のすぐそばであったんだから。そうですね。そうですよ。先代の社長とよく話し込んでたらしいよ。へえ。先代の九州出身だからつって。ああなるほど。ラーメン食いに行っちゃダメ出ししてたらしいよ。嘘かもしれんけど。うちの事務所の先輩らがそう言ってたよ。へえ、うん。まあ、うん、なのでそれを処分どうにかして。まああの、はい、多少なりのお金にしてゲーミングチェアを買うなり、まあ、部屋の片付けを進めるなりをおーなるほど、はい、していきたいなと思ってます、うん、じゃあそれを今年中に実行してください。おーはんそこはちょっとはいとは言い切れないですね。なるほど、はいはい、じゃあ和秀さんは俺だからさ捨てたいものだらけなわけ、はい、だからあの所有するっていう欲求、はい、物欲とかをはい、捨てたいんだよ。もういい加減。だから まさにそのシステム自体を全部俺に取り入れたい。なるほど、ね、そうですよ。なんか聞いたらなんかいろいろ買ってらっしゃいますもんね。数十本ある G-SHOCK 、うん、数十本もう多分数えるの怖いけど50個ぐらいあるニューエラの帽子。おお、うんうんうん、1個5000円から6000円だからざっと30万から金かかってるわけだ。帽子すごいですね。うん、それもあるし、はい、なんだろう、くだらないところ、くだらないって言っちゃ申し訳ないけど集めてる人もいたし、過去にはいっぱいいたけど、ペプシマンのボトルキャップとか、あの海洋生物のちっちゃい海洋動フィギュアとか、あいっぱいあるのね。それこそ捨てろって言われて、はい、部屋片付けられないなら全部捨てるって言われてたわけ、はい、それを言ってくれる人がいないからなおのこと捨てられないわけ。捨てるぐらいならそれも全部売れそうですけどね、うん、
売ろうと思ってサイトを調べて面倒くさくなってやめちゃう、はい、あとこれ売れるかなって見てるうちにやっぱこれ最高ってなっちゃう。分かるかな。あの古本屋に漫画売りに行こうと思って日がない一日ドラえもん読み切って終わるみたいな。あ、知ってんだよ、独裁スイッチの回大好きだもん。みんないなくなって泣いてどうしよう、もう誰もいないってなったら、うん、そういう懲らしめるグッズだよって言ってドラえもんが出てくるあの感じ、俺たまらないんですよ、はい、お前も独裁スイッチを食らわせてやると思って。だけど救済があるんです、はい、だけどなんかもうダメなんだよやっぱり、一歩踏み出せないの。もうだからプラモもいっぱいあるわけ。俺中学校の時に買った、はい、機動戦士ガンダム0080ポケットの中のセンス、この間辻谷さん亡くなったけどね、辻谷さんが主人公だった、まあ、主役3人いるけどそのうち1人だったじゃないですか、はい、その作品のプラモデルも俺発売日に中学校の一番すぐそばのおもちゃとか文房具売ってるところにもう速攻で買いに行ってっていう、そんなにしてまで買ったやつを途中まで作って全部積み上げてるわけ。全く触ってないのもあるわけ。なるほど。ズゴック E の指をポリパテで伸ばして表面磨いてサーフェイサー塗ったとこで止まってる。満足しちゃったんです。満足しちゃったんです。そう、まあ、超爪長いんですけど。ズゴック分からない人なんだけど、ズゴックって胴体に腕と足が生えてるみたいな、はい、なんか前衛的なフォルムだから、はいはい、もうなんだろう、可動部分の最たる部分である爪を作ったら俺の中で終わったんだろう、うん、あのパトレイバーのね、はい、ゼロ式、はい、零式ゼロですよね、はい、の指を改造してあの開けた指にしたんですよ。あ、閉じてる指をね、はい、見てない人は分かんないけど、抜きてっつって指がこうビシッと揃って、うん、それをアブドーラザブッチャーのね、首のところにめがけてゴーンってその指をそう突き刺すっていう技があったんだけど、それと同じアクションで敵のレイバーに向かって指を突き刺すっていう抜き手っていうのがあったんですよ。はい、でそれをしてた指を一個ずつ切り分けてはつなぎ合わせてパテで埋めて磨いてを繰り返して開いた指にしたやつがあって、はい、よくできたと、うん、俺よくできたと、はい、しかもソフトビニールだから、うん、ガレージキットだ、ガレキですから。下半身には石膏を流し、しっかりともう重さは加えて、あとは色を塗って全部組み上げたら終わりっていうところまで行ってやめた。それも積んでやった。もうどっちかにしましょう。ランマ2分の1にバカハマりしてましたから、ランマオタクでしたから、ランマ2分の1のガレージキットもいっぱいあるわけですよ、フィギュアも、うん、ガレージキット専門店が横浜にあって、はあ、1体5000円ですよ大体。おお、いいね。3体セットで2万円みたいな。あれ、そのいやセットのやつはちょっと特別なのよ、作りが。はあ、あのアクションしてるようなやつをこう組み合わせられるみたいな。なるほど。別にあれだよ、あのくんずほぐれつでこう組み合わせるみたいなことじゃなくて、並べられてるみたいな、ストーリーじゃないけど、はい、ポージングしてるみたいな、はい、そんなのが山ほどあります。どうにかしましょう。売ろうと思うでしょ、うん、はい、あのプラモデル買い取ります、模型買い取ります、はい、ガレージキット不可なんですよ大体。あー、そうなんだ。そうなんですよ。なるほど。へー、これがね、あの中古 CD ビデオソフト買い取ります、レーザーディスクは買い取れませんなんですよ。レーザーディスクばっかなんですよ。でも逆にそういうのとかの方がネットで売ったら入手困難だから高価な値段つきそうな気はしますけど、調べたんだけど、はい、ない。まず出てないし。あ、出てたとしても相当昔に出てて、はい、ほぼ値段がつかないような二足三門で買われていってるようなのしか出てこないです。はあ、だから僕はその何でしょう、所有するという欲を捨てたいです。なるほど。もうそれは、うん、難しいな。ここまでそれで来てしまった
のなんだろう、カウンセリングとかのレベルになるんですかね。いやでもそういうことだと思うよ。ですよね。だって空き缶集めてたしね、俺小学校ぐらいの時、珍しいジュースの。なんか2、30個集めた時点で急に虚しくなって全部捨てたんだけど。ああ。旅行先の提灯とかさ、いっぱい。じゃあ一回虚しくなるまで集めて全部捨てる。集めたことに対して虚しくなって、これ現金だったらすごい金額だなと思いながらも、はい、すごい金額だったやつだから手放せという堂々巡り、まあそうですね、でも物はあるから、はい、俺の中での欲求は満たされてるわけ。ただ邪魔なのいっぱいあるからさ、ということですよね。はい、これはエンディングで近見くんの話を聞けばいいですか。そうですね。なるほど、ね、はいはい、で私ら二人はこんな感じですよ、はい、あとはじゃあエンディングで聞き出してみましょう。外野の方、何だと思います？この人の捨てたいもの、捨てたいもの、捨てたもの、バイクかな。なるほど、なるほど。さらに上に来ちゃうな、うん、うまいこと言うな。まあ、まだ捨ててないよ。お腹痛いな、うんこ出そうだな、起きるのめんどくさいな、いっかっていうことでしょ、要するに。あ、なるほど、まあそれはないな。あの孤独死したわけでもないのに部屋中がハエまみれになる感じでしょ。まあ、人としての尊厳は確かな。尊厳はまだ失ってないかな。さあじゃあズバリは何でしょう。はい、私が捨てたもの、それは捨てたもの、捨てたもの、はい、石です。はい、まあ、ということで。おっと、食いつかない。まあまあそうですよね。あの最近まであのお腹の中に石を飼ってたんですよ。飼ってました。はい、飼ってましたね。そのモンスターボールに入れて投げちゃえばできるもんなら やりたかったですよ。そのあんなむちゃくちゃ痛い石がやっと捨て、池石やっとこさ、もう離れてくれまして、今すごい健康な状態になりまして。なるほどね、はい、出ていくときにこうトゲトゲがこう尿道をこう刺激して、なんならこう破るから、もうトゲトゲ、はい、あれかな、鳴き声は トゲーとか言うのピリピリとか。残念ながら言わなかったですね。ただまあ、 あの痛いのは痛かったです。ただ、ね、まあすごいもうその石がさよならした瞬間に、その仕事の現場の最中だったんですよ、にお手洗い行って、まあ出たーって言いに来ましたよね。そんなあなたには真心ブラザーズのストーンという曲をぜひ調べて聴いてください。わかりました。ストーン、そのままですよ。そのまんまですよ。そのまんまの出来事ですよね。なんか以前聞いたような。あ、そうだ、はい。でもあれでしょ、その石ってお医者さんに持ってこいって言われてたんでしょ。拾ったの。いや、あの残念ながら流しちゃったの。はい。あ、なんだ、もう俺そっからの仕事、そっからその出ちゃった後の仕事の続き、ずっと尿まみれの手でしたっていう、そういうところかなと思って。ああ、もうね、それがもう子供相手だったりなんかしたらたまらないよね、おじさん。本当はしょんべんをさっき掴んだんだよって言いながら手握ったりする感じでしょ。心が痛すぎる。どんな性癖ですかと思うわけですよね。よかった。はいはい、よかったです。お大事にということで。ありがとうございます。はい、まあ、これからもね、一応ね、あの、できやすいらしいので、まあ、あ、はい、癖になるっていうからね。そうですね。はい、要は体質だから、はい、生活をしていこうと思いますので、はい。食生活の改善、規則正しい生活、はい、役者には一個もできないやつ。そうですよ。役者になってもそういうことをする人はもう熱海に家買って農家をやりながら東京で仕事をするっていうことです。ちょっと羨ましいけど無理ですね。まあね、はい、遠いからね。まあ極力気をつけるように、はい、しますので、はい、皆さんも気をつけてください。はい、はい、ということでございまして、今週は以上ですか。はい、はい、以上です。お相手は渡辺と近見と染谷でした。次回の更新まで
ようなら。こちらは新博多町専門展開でございます。ただいま春のバーゲンセールといたしまして、布団のことなら井の口寝具店、春のお着物なら、まあ